愛犬の老化を遅くするコツ、元気でいてもらう秘訣。散歩を日課にして筋力を維持する。愛犬の老化を遅くするコツは、お散歩を日課にして筋力を維持することやで、シニア犬や老犬でも勢いよく元気に歩いてる子を見ると若々しいなって思うやろう。いつまでも若々しく自分の足で元気に歩き続けるためには、筋力の維持や向上が必須やねん。体重のほとんどを支えてる前足の筋力が衰えてしまったら歩くのが難しくなってしまうことがあるねんで。また、前足だけじゃなくて後ろ足にも体重をうまくかけられるような工夫が必要やで、緩やかな上り坂を歩いたり、砂利の上を歩いたりするのがおすすめやで。筋力の衰えや歩き方がゆっくりになることを防ぐことはできひんけど、老化を遅くすることはできるねん。朝夕1日2回、時間は10分だけでも良いから、お散歩を日課にしてみてな。探求心や好奇心を刺激する。犬の老化を遅くするコツは、探求心や好奇心を刺激することやねん。年齢を重ねたらおもちゃに興味を示さなくなってしまうことがあって、タイミングとしては3歳、5歳、7歳、10歳くらいかな。遊びに付き合わなくても良くなったこと、おもちゃを買わなくても良くなったことが良いことにも感じる飼い主さんもいてるかもしれへんな。でも犬の探求心や好奇心を刺激してあげることには、視覚、嗅覚、聴覚をフル稼働させて脳を活性化させるメリットがあるねん。老化を遅くするためには、お散歩に出て匂いを嗅いだり、音や声を聞いたり、他の犬や人と触れ合うとか、犬の探求心や好奇心を刺激してあげるのが良いんやで。定期的な健康診断を受ける。犬の老化を遅くするコツは、定期的な健康診断を受けることやねん。シニア犬や老犬になると、どうしても体の衰えによる病気の症状が出てくるねん。心不全、椎間板ヘルニア、泌尿器疾患、老年性白内障、糖尿病とかやねん。定期的な健康診断を受けてたら、早期発見と早期治療につなげることができて、健康寿命を伸ばすことができるねん。何か症状や異常が起こらへんかったら、健康で元気な愛犬に受けさせようとはなかなか思わへんかもしれへんけど、レントゲン検査はおすすめやねん。特に心臓は全身に酸素や血液を運ぶ重要な役割を担ってるねん。心臓の働きが衰えると、全身に必要なものが正常に運ばれなくなって、全身の老化につながるねん。愛犬にどんな健康診断が必要かは、あなたが見極める必要があるやろうけど、獣医さんとも相談しながら健康診断も受けてみてな。メンタルケアをする。たくさん言葉をかける。お留守番の時間を短くする。スキンシップをする。愛情を表現する。一緒に運動をする。犬の老化を遅くするコツは、メンタルケアをすることやねん。あげればきりないけど、愛犬の心を癒してあげる方法は、あなたが一番よ繰り返してるん違うかな。シニア犬や老犬になってから無駄吠えが増えたり、物を破壊するようになったり、粗相をするとか問題行動が増えたなって感じることない？メンタルケアが必要な時なんやで。心の問題は体の老化にもつながることがあるねん。愛犬の老化を遅くするためには、愛犬が抱える心の問題に気づいて解決してあげるのが良いんやで。まとめ。散歩を日課にして筋力を維持する。探求心や好奇心を刺激する。定期的な健康診断を受ける。メンタルケアをする。人間の老化防止と似てるやんな。健康寿命を伸ばして元気でいてもらってな。